レースゴビ砂漠に出場する。そして、日本国内では、サスケを今目指してて、サスケに出場する。そして、YouTube を頑張るです。お、はい、ちょっとパーフェクトすぎてハードル高いんだけど次今年、まあ、いろいろあったじゃないですか、コロナとか、うん、どんな年でした？どうぞそうですね、まあ今年それこそ当たり前なことが全部できなくなって、まあ、なんかいつもは、まあ、人と一緒にいたりとか、それこそ講演活動ができたりとか、まあ、ありがたいことだけど、もっと今すごくそれを深く感じるようになってて、うん、だからコロナが明けた時にもっと深い自分になれるようにって、うん、感じてますね。いつ何が起きるか分からないですね、うん、どうだったかな、結構難しいああ、うん、今年はもどかしい年でした。あ、はい、なるほどなるほど、はい、まあ、でも逆にその当たり前をなんか改めて知ったというか、うん、気づけた。そうですね、うん、そんな感じです。え、ひかるさんは今年ね、いまだかつてないぐらい遊んでたかもねいや遊んでたっていうのおかしいけど、まあでもほら時間にゆとりができたから、そのいつもは仕事ばーかしだけど、まあ、家族の時間だったり普段取れなかったね、うん、あとはちょっとやっぱ今までこの忙しいって言ってあのやってこなかったことを結構できたから、結構充実しちゃしたかな。で、まあ、コロナでこう、ね、影響で僕はあの、うん、普段は飲食店してるんだけど、普段飲食店の中でもその、居酒屋さんって結構一番こうコロナで打撃受けてる業態なので、まあ、今後いろいろまたどうしていこうかなっていう考える時間もできたから、うん、まあ良かったかなとは思う。むしろなんかもう今ワクワクして楽しみでしかない今は、うん、すごいな。やっぱどうでした？そうですね、僕も、まあ、変化の年というか、まあ、コロナで、まあ、僕去年の9月ぐらいにもともと会社にしてたんですけど、大阪で会社にしてて辞めてこっちに帰ってきて、そのまま個人事業にして開業して、で最初は就活のイベントみたいなイベント事業みたいなしてたんですけど、まあそのコロナであったりだとか、その定期的に続かないこともあってちょっと見直そうってなって、で、まあ、そのチーム組んでやってるんですけど、映像できる人とか、その僕がその営業とか SNS の、まあ、マーケティングって言われるようなのを、まあ、大企業さんとか店舗さんとかにしたりとかして、でそれで、まあ、してすることをガラッと変えた年でもあったので、その、まあ、お二人もおっしゃってたみたいに、そのなんか当たり前じゃなくなって、でそれをこうポジティブに変えて、なんかまあ新しく前向きなものに変えた年だったなっていうのは思うので、僕もなんだろう、 やれないことはないなと思いましたし、自分の限界っていうのはまあ自分で作ってるだけで、こうチャレンジさえすればなんてことないなっていうことを思いましたね、改めてっていう年でした。みんな良かったっちゃ良かったのかもね、うん、なかなかね、暗い話しても面白くないしねもう飽きたみたいなもう明るい話しようみたいなね、次につながるようなね。いや、それめっちゃ思いますね、本当に。なんか愚痴ばっかこう言う人とかもいるじゃないですか、うん、いやそうじゃなく、なんかまあ楽しいこととか面白いこととかを話せる人でありたいなみたいなのはやっぱ常々思いますね、うん、光さんとか見ても、なんかこれから、まあそのまあ、いろんな年が、まあ、いろいろあって中で、じゃあ今後どういうふうにしていきたいとか、目標というか、ね、なりたい姿とかありますか、ポンさん？そうですね、難しいこれ難しいですね。そうですね、目標ですね。
そうですね、まあ来今後ですね、まあ、いろんな人に、まあ、これから生活様式が変わっていくと思うんですけど、まあ、でも今せっかく、まあ、よく、そうですね、よく話するのが今ここにいるのって当たり前だけど生きてるからじゃないですか、でもそれをみんな当たり前になりすぎて忘れてる人って多いと思うんですよ。だからそれをもう一回この当たり前を最大限に生かして、もっともっと今生きてるからチャレンジできるし何でもできるからっていうことを伝えるとか気づいてもらえるきっかけになれるような自分になりたいです。だから何だろう、まあ来年の目標としては、レースゴビ砂漠に出場する、そして、日本国内ではサスケを今目指してて、サスケに出場する、そして、YouTube を頑張るです。お、はい、ちょっとパーフェクトすぎてハードル高いんだけど次僕も聞いて自分どうしようやべえめちゃめちゃ思いました志だけどどうですか。そうだねそうね、まあそうね、まあ個人的な話するともうコロナでですね、まあ、すごい借り入れしたんでこれをどうにか返すためにですね、事業を広げていかないかなっていう。でもそこに対してなんかこう踏ん切りがついたというか、あもうなんだろう、現状維持はやっぱダメなんだなと、もう前に進むしかないんだなと、まあ、もうなんか割り切れたんで、なんか、もっと事業を大きくしたいというだけではないんだけど、まあ、しないといけないし、それによってやっぱ従業員とかのそのなんだろう、雇用環境だったりとかそういうのをよくできると思ったらなんか前に進めるし、そうだね、まあとりあえず自分の今周りにいてくれる人、まあ、スタッフ含めね、幸せにしてあげたいなっていうのと、その周りにいる人とかもやっぱこう一緒に、成長していきたいなっていうのは、それが今の目標というか、考えているプランだね、どうですか未来先生。未来先生いやちょっと未来先生言われるのちょっと恥ずかしいんですけど、僕はまあやっぱいろいろあって、まあ、同世代とやっぱ話すこととかもあったりしたときに、あなんか、あ自分のこの選択というかは、まあ、なんか人とは違うのかなとか思ったりもした時期とかもあって、まあ、でも、まあ、それでいろいろ言われたりとかはあったんですけど、まあ、でも自分は自分だなっていうのをなんか本当に今年改めて思いましたし、自分だからこのそういう流れに逆らわずに対応してできたんだって思いますし、宮久保未来っていう人物は、まあ、唯一無二であるし、それはこれからも変わらず自分であり続けようっていう、まあ、すごい当たり前のことかもしれないですけど、僕の中ではこう本当に改めて宮久保未来っていう、こう自分を変わらず、まあ、どういう選択をしてどういうチャレンジをして行こうとも自分は自分であり続けようっていうのは思ったので、まあ、今もこれからもそう思ってます。勉強になります先生。先生勉強になります。臭い感じでいいですか。いやいやいや染みたわ。いやいやいや今日のパンチライン。いやいや